松本直哉の怪獣8号は漫画アプリ少年ジャンププラス屈指の人気作品。2020年7月の連載開始から最速ペースで閲覧記録を更新しています。この4月13日からアニメも制作プロダクション IG 怪獣デザインスタジオカラーと豪華な布陣で放送が開始しました。タイトルにも怪獣とあるように本作は怪獣もの。ウルトラマンや新世紀エヴァンゲリオンのように日本は度重なる怪獣の攻撃にさらされています。優れた怪獣ものは、むしろ怪獣が鏡となり、人間が描かれます。ノープで直接言及されたように、怪獣は観客に対する見せ物として都合よくスポイルされた存在なので、反射的に見る側の都合をも映すからです。例えば、54年のゴジラの襲撃シーンが見事なのは、実際に逃げ惑うエキストラに、戦中に体験した空襲の記憶があったから。一方、ハリー・ハウゼンの原始怪獣現る1953では、アメリカの警官が果敢にも原始怪獣にカービン銃で立ち向かいます。彼らは空襲も受けたことないし、原爆も落とされたことないから成り立つ描写です。その後、9.11を経由して、ようやくスピルバーグが宇宙戦争を描きます。近年の日本の作品、シン・ゴジラも、こうした現実の鏡になっており、映画の3分の2を会議シーンで構成しています。これは意思決定プロセスが不明確で、肥大化した日本だと、3.11 のような有事の際も対処が遅れることを描いています。怪獣8号も、怪獣の強さをフォルテチュードという数値で表している通り、同じく3.11後に怪獣としてたもの。さらには、こうした脅威のイメージが、徐々にコロナ禍後に移っていきます。怪獣8号で興味深いのは、まず、主人公の日比野カフカの存在です。年齢は32歳で、本来少年誌の主人公には珍しいおじさん。ただ、鬼滅の刃や約束のネバーランドを紹介した際にも説明しましたが、現在の少年漫画は大人化しています。週刊少年ジャンプのような少年誌でも、読者の平均年齢は28歳から29歳。当然、これは日本の少子高齢化を反映したもので、サラリーマンも、少年ジャンプを読んでいると言われるようになった黄金期から早30年。その間に、読者の平均年齢も2倍近くになっています。32歳の日比野カフカは、こうした読者の高齢化に合わせた主人公、気軽に作品にアクセスできるアプリだと、この傾向はさらに顕著なのか、スパイファミリーも、やはり大人が主役です。で、このカフカなのですが、当初何をやっているかというと、エッセンシャルワーカーです。幼い頃より、怪獣を討伐する防衛隊になることを目指していましたが、適性はゼロ。試験を全く合格できませんでしたが、怪獣討伐には関わろうと、討伐された怪獣の死体を解体し、清掃する会社で、清掃員として働いていました。こうした挫折を経験した主人公が、防衛隊の入隊制限年齢が、引き上げられたことにより、再起し、防衛隊に入ることを目指すといった話になっています。カフカの各小説の主人公は、大体ろくな目に合わないので、子供にそういう名前をつけるのはどうかと思いますが、なぜ作者が主人公にカフカという名前をつけたかはシンプル。非常に強力な怪獣8号が身体の中に侵入し、怪獣に変身できるようになったから。要は、ウルトラマンのように怪獣を狩る防衛隊にいながら、カフカは半人半獣化しています。カフカが清掃員をしていたり、解体した怪獣の死骸は兵器や素材として利用するなど、怪獣が日常となった日本を想定した、面白い描写はあるのですが、残念なのは基本的にバトルが連続しているところです。ブリーチのように怪獣による大破壊の後、いかに防衛隊の強いかが強調され、怪獣をバッタバッタとなぎ倒します。こうしたスペクタクルは、おそらくアニメではさらに強化される見どころでしょう。作中、半人半獣であるカフカが最強格ですが、カフカより若い他の隊員も強烈、かつ、どんどんパワーアップしていきます。こうした登場人物たちは、正直個別に怪獣を撃破することもできそうですが、あくまでも防衛隊、部活の先輩後輩のようになっています。こうした若者像は非常に現代的。例えば、鬼滅の刃の鬼殺隊、ジェンソーマンも公安ですし、ワールドトリガーはボーダー。進撃の巨人は調査兵団で、リコリス、リコイルも政府の暗殺者部隊、リコリスに所属しています。組織に属する主人公像は近年の鉄板ですが、1980年代以前はむしろ逆。段階から段階ジュニアは人口圧が若者に自分たちの文化を求めさせます。若者の主人公は当然反対性側。これがカウンターカルチャーの図式でした。段階の世代による政治の季節が終わった後も、1979年の太陽を盗んだ男では、テロリストの沢田研二が自宅で核爆弾を作って、無目的に政府を脅迫しています。さらには、ホットロードも、アキラも反体制若者文化から、政治を引き算して、
気分で動く若者が主役です。1989年の攻殻機動隊の新しさの一つは、公安側が主人公になったことだったわけです。話を怪獣8号に戻しますが、カフカだけが半人半獣の怪獣8号で、新人隊員の中では塔が立っている通り、作劇上役割が違います。要は、カフカと触れ合うことで、若手世代が防衛隊の中核を担うような大人として覚醒する設計です。おそらく、大きなシリーズ構成では、カフカは次の世代につなぐカスガイなのでしょう。この観点では、大人になることをテーマにした、少女革命ウテナや、水星の魔女に携わった大河内一郎を脚本に据えているのも楽しみなところです。近年は、こうしたおじさん世代が、新世代にバトンを渡す物語が増えています。例えば、週末からの再生をテーマにした、浜口竜介、ドライブ、マイ、カー2021年では、主役の俳優ではなく、女性ドライバーと共にサーブが韓国へ行きますし、岡田まり、アリスとテレスの幻工場2023年でも、主人公たちは幻工場に残り、未来を外に繋げます。山田兼と、ぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピア2017年、早々のフリーレン2020年、では、ロボット少女や長命種のエルフが旅に出ます。日本の娯楽作品と共振関係にあるギレルも、デル、トロのピノッキオも、ピノッキオがゼペットじいさんや仲間たちとの穏やかな日常を送った後に旅に出ており、海外への波及も見られます。こうした創作作品に見られる傾向は、現実にいるある世代がすでに回復不能に陥っていることを暗に示すのでしょう。しかし、そんな世代も、全く無意味なものではなく、後の世代につながっていると、このチャンネルでは、コンテンツ探偵メタが、新しい古典を取り上げています。一般的な動画チャンネルでは、作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。